自分的にすんごい怖い話だったんだけど、3ヶ月くらい前から仕事から帰宅すると、晩ご飯が一人分だけ作ってあることがちょくちょくあってさ。私が残業ありのフルタイム正社員で、働いてることをよく思ってないとめが、当てつけ的に作ってってるんだと思ってたから、特に気にも留めてなかったんだよね。とめが、私たち不在の時に侵入してくるなんて日常茶飯事だったし。で、この料理がくっそまずい。とめは美味しい。って絶賛するほどではないけど、普通に食べられる程度の料理を作る人だから、なんじゃこりゃ?な状態で、私も旦那も食べずに捨ててた。たまに、旦那のアレルギー食材ががっつり使ってある料理が準備されてる時もあって、いい加減食べ物を捨てるのも嫌だから、用事で義実家に行った時に、勝手に家に入るのは別にいいんで、料理はやめてください。食材もったいないし、私も旦那も食べられないんで。と言ったら、とめ、料理って何のことよ?私たちが帰ってきたら、料理が作ってある。私たちがいない間に家に入るのなんてトメさんぐらいだからトメさんが作ってるんでしょ?って、ここ最近のことをトメに言ったんだけど。トメは、家には何度か入ったけど料理なんてしてないわよ。それに、息子ちゃんの料理に、卵、旦那のアレルギー食材ね、なんて使って、万が一でも何かあったらどうすんのよ。と本当に作って、ワイナイフ。え、じゃあ誰だよ、ってなるじゃん。怖いから、家にカメラ仕掛けてみるじゃん。仕掛けて3日目に、知らない女が家に入ってくるのが映ってたよね。映像を見ながら、旦那と私で絶句してたら旦那、あれ?これ田中さんか?聞くと、旦那の会社の事務の人らしい。証拠集めのため、それからさらに1週間カメラを仕掛けて会社に相談。何度か話し合った結果、侵入して料理作ってたのは、やはり田中さん。家の鍵は、旦那のロッカーから拝借。社員全員のロッカー鍵の予備が事務室に管理されてて、開け放題だったらしい。して合鍵を作ってたと、白状した。旦那にコーヒーをおごってもらったのが、きっかけで、一目惚れ、嫁が忙しいから、週一で仕掛け料理食べれないのが残念。と、同僚と話してるのを聞いたから、私なら毎日作ってあげるのに。私の方が奥さんにふさわしい。と作りに来てたんだってさ。しかも料理を食べる。む?これは田中さんの料理。と、旦那が気づく。旦那が田中さんに告白する。ゴールイン。って予定だったそうな。なんで食べただけで田中さんって気づくんだよ。何度も家に侵入してるし、気持ち悪いから警察にお願いした。田中さんは、会社もクビになった。しばらくは、我が家に、田中さん両親の凸があったりしたから転勤希望を出してる。今ここ。